たせ。よ。木本それどこにいるの？薬売りのところのどこにいるの具体的に？おじさんが腕組んで立ってるとしたら、そこの左に植木鉢、木を持ってる、木持ってる。木を持ってる、木持ってる。木持ってる、バチ。木持ってる、木持ってる。木持ってる、木持ってる。ダメかな？薬を持たずに売ってるふりだけして、木元に捕まり、裁判で訴えよう。隣にあるのが名古屋県でしょ。何の話してる？大丈夫？大丈夫？本当に酔ってる？いよいよ何の話してるか分かんなくなってきた。まだ最初の質問だったけど、いつからいたの？俺ずっといる。名古屋県はあるで。名古屋県には仙台がない。面白いの見れるって聞いてきた。誰から？答えはしろ、もう。森の住人に聞いた。マジ？面白いのってどこだ？どこが面白いの？教えてくれ、俺にも。なんか、キーモットがキーモットるって聞いた。キーモットがキーモットる。マジか。これのこと？でも今見えない、さっき見えたけど。見えないのか。今見えなくなった。今キー持ってるけど。あ、見える！持ってて、持ってて、こっち向いて。ちょっと待ってな。あ、ちょっと下がって。はい、うわ、すごい。これまだツイートしないでね。分かれた。これネタバレしちゃうと犯罪者来ないから。分かれた。犯罪者捜査の一環だから。これ分かれた。気をつける、うんうん、何時になったらやっていいの？あー、うーん、明日？1時ぐらい。明日でもいい。明日でもいい。分かれた。1時。まだやめてくれ。分かれた。頑張れな。ありがとうな。バイバイ。犯人捕まえてくるから。誰が来たもん。誰も来ないんだ。誰も来ないが帰った。そう、気をつけてな。バイバイ。あ、バイバイ。だよな。だよな。あれですよね、なんかこう千葉市とか。千葉市これは合ってると。キーモットル、キーモットの写真撮らせてもらった。来るからネタバレしちゃダメって。あ、そうなんだ。1時以降にツイートしてねって言ってた。あ、1時以降ならいいんだ。うん、言ってた。南町に煽りに行こう。君と一緒南町ブンブンしよう。鉄骨渡りの前ガチチェイス2回したんだぞ。そうなんだ。かっこいい。あ、ちょっと、ま、ちょっとまずいっす。大丈夫？あ、いや。いや、大丈夫です。あれ、すいません、本当に。不運だね。太陽くん、かなりね、待ってる状況だったから、僕が代わりに出て負けちゃった。ごめん。いやいや、すいません。ね、せかしちゃって。お前、指名手配だろ。誰だ、おめえ。ごめん、キリちゃん、指名手配だったんだ。誰だ、おめえ。あ、ハゲだよ。あ、ハゲ、あ、テンガリンか、テンガリン。みそ、だからか。あ、終わった。みそぎ中だよ。あ、ありがとう。ありがとう、ありがとう。すげえすげえすげえ。乗ってる乗ってる乗ってる。金が
すげえ。金がねえんだよ。紙がねえ。紙がねえのは見てわかるぞ。とんでもない実質が始まっております。頑張れ。マジでやだ。何にも悪いことしないのに捕まるのやなんかやだよ。風水やだろマジで。ルートが悪い。いやールートが悪い。止まってくれ頼む。よし剥がれた。ありがとう。パトカー何台くんねんマジで。俺の運転についてこれまいて。なんか引いた。なんか引いたぞ。今マイナーが引いた。今何か引きました。警察であることを祈る。逃げ切ったか。ちょっと様子見てくる。終わる。すぐ戻る。木本ノーリミットに殺されちゃった。薬売りに来たノーリミットに木本殺されちゃった。本当帰ってはなかったんだね。ね、帰ったと思ったら帰ってなかった。目の前で売ってやろう薬。帰ってくれないですよ。いや80だけでも、ね、今からちょっと薬売っておくる。キモトー、やられた。マルだマル。キモト大丈夫か。マルだマル。なんだキモト。マルにやられた。どうした。誰だ。
マルって誰だ。おい、なんだ、撃っとんな、おい、撃ってんな。マルって誰だ、マルって誰だ、どうした、撃っとんな、おい、どうした、ゲームと、どうした、ゲームと、大丈夫か、お前。もう、もう、かわいそうに。大丈夫か、ゲームと。撃っとるやん、ゲームと。しょうがねえな。売り上げいるか、いらない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 。手術費1000万くらいかかるか、全然薬で売るぞ。大丈夫か、キモト。大丈夫か、キモト。大丈夫か、キモト。これなと。あれ、じゃ現場にまだ人いたよ。重みがキーモット迎えに来てたわ。行くか。誰がいた？ね。え、俺とキーモットだけ。あと見てない。行くか。じゃタラリンにお願いしよう。あ、しようやつ言っても何をするか言ってねえわ。あー、でも内見だったら別に先に内装見に行った方がいいんじゃない。その後がいそうじゃね。ね、どっちを決めたいかだよ。外面先に決めて入りそうな家探すのか、内装を先に決めてそれが入りそうな建物を探すのかだよ。外面が先。じゃあヘリで行く。一回待ってって、もう一回だけ待って。ヘリチェイスしてる人いる？ヘリで行く？家探すの大変かなと思ったけど。確かに。止まれないもん。とりあえずエイト前で警察のヘリと誰かチェイスしてるわ。ダイナーの方にパトカー1台行きました。後ろにバイク。すいません、どうした、頑張ってる、どうした。今ね、ここでね、うん、警察が撃たれちゃったんですよ。あ、キーモトダウンしたぞ。そうですので、ちょっとだけ荷物見せてもらうことってできます？俺撃ったやつ知ってるよ。おう、ヘリのやつ、どういうこと？ねえねえねえ、どうした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 、おい、どうした、ダイナ方面もう一台、おいおい、どうしたどうした、すいません、どうしたどうした、なんでそんなサルトライフ構えてくんだ急に。ダイナさん、ペーパーの仕入れ大丈夫？え、構えてた俺、びっくりしちゃったよ。おい、あ、もう終わりました。ほんまか、本当に。まだ気持ちやったんで、ヘリのやつだぞ。あーね、わかった、ありがとうね、うん、俺ら何もしねえぞ。あ、一発1200とかですよ。俺ら何もしないぞ。いやでも大丈夫、銃見せちゃったね。これ取りに来てもらわないと。ああ、そう、ごめん、ちょっと、あ、いるよ、いや、ちょっと見せてもらわないといけなくて。誰これ、待って、これ誰、ちょっと待って、それ誰、赤切れんで俺やってくよ、さっきの。誰これ誰、これ誰、待って、このハゲ誰、このハゲ誰、待って、そのハゲ誰、ちょっと待って、そのハゲ誰、待って、え、ナタレさん、赤木か、赤切れんですけど、ナタレさん降りていただけますか。なんでハゲなんだ、おい、なんでハゲなんだ。あー、終わりだ終わりだ。私も今銃持ってんだよな。エビヤマも2本持ってるけど、いや無理だなそれは。一郎先生、すいません、仙台県ではなく仙台ではどこにあるんでしょうか。あ、仙台、仙台は東北の山形の県庁所在地。山形県、ちょうど今指名手配にしてるよ。指名手配だぞよ。今指名手配にしてる途中です。山形の仙台です。宮城県仙台。
山形県宮城市仙台どっかで降りて宮城県仙台市今日無理そうだ俺ごめん内見無理なるほどわかりましたありがとうございますよ東北地方です北海道の下ねおりて。うん。どうですか。こんにちは。こんにちは。あ、つぼらだ。おう、あなたはこの間お菓子ありがとう。これ誰だっけ。俺お菓子が欲しい、ホワイトタイガー。ホワイトタイガー、なんか今この辺物騒だからな、職質してんだけど大丈夫か。職質するの。あの職務を質問するぞ。青山、何されてる方ですか。俺山でキノコ買って何がスーツの青山やねって青山キノコ、うん、なんかあのあれです手荷物とか検査してもう大丈夫ですかね。青山先生ね、それね手荷物、はい、手荷物っていうのはあの手に持ってるものとか何してます。手に持ってないものもなんですけどね、めちゃくちゃいる。夜海峡ですよね、青森は。そうなんですよ。だってどうします、一旦職質だけしときますか。青山って。いやだって言ったらどうなるの。いやだって言ったらだからもうこれで頭をスパンやら。つぼら、俺にそんなことするの。これでもうこれだこれだこれで。これでこうだ。なんかまあ気持ちはわかるよね、そういうの。これか職質がどっちかだな。ちょっと今お店さんとちょっと知恵比べ。両方？両方？両方やだ。両方やる？やだ。探してやんねん。方やだ。まあでも職質はすぐ終わるぞ。応じてくれたら。懸命あのさあとさあはめ込みみたいなさ、すぐに溶けて胃に優しいぞ。悪いもの持ってたらどうなる。悪いもの持ってたらだから頭をこれでこうだ。え、持ってたの。あ、もう持ってた瞬間にもうもうこうだ、もう頭が職質される意味なくない。だから職質してば、まあ、白の方だったらもうなんかパーンじゃないし、黒の方だったらパーンだしみたいな。なんでパーンされるの。まあでも、まあそれは冗談だ。どうする？職質嫌なら逃げてもいいぜ。その代わりだから、俺たちは死ぬほど発砲する。死ぬほど発砲する。ああ死ぬほど発砲する。死ぬほど発砲するの。ああもう本当にこれでもかってぐらい撃つ。これでもかってするの。ああ、こっち今、周りにも警察たくさんいるからね。もう手荒なまねしたくないんだ。確かに。ああでも俺捕まりたくない。捕まるようなもの持ってなければ捕まらんぞ。何持ちは捕まる。まあだからライセンスを持たずに銃とか持ってたらな。森に住んでるやつはご信用で持っとけって言われた。ああ、まあそれは仕方ないか。そうでしょ。あ、もうそれ一旦中見てもいいか。バイリスプロジェクト。やだ、すげえアイスやってる今日。そうだろ、仕方ない。じゃあズボーラにあげる。うん。何をだ。ちょっと待って、体がめちゃくちゃ重い。あ、重いんだよね。うん。で、あのさっきさ無線機これ何もらったかってさ。あれ誰。うん。まあ出るな。え、ちょっと煽ってるもしかして。何もらったか分かっちまう俺ら。うん。何もらったかってさ。つぼら誰にも言わない。いや言うぞ、でかい声で。でかい声で言うの。でかい声で言うぞ。もらったものの名前プラスありがとうございますけど。まるまるをくれてありがとうございます。でかい声で言うぞ。これ困るな、それ。困るな。名古屋とだから名古屋と仙台は独立した。じゃあ、独立に応じてくれない場合。公務執行妨害を切った末、頭を打って殺す。そんなにやられるの。宮城から最近もう公務執行妨害は頭打つことになった。あれか、愛知県仙台市と職質に応じてくれた場合、宮城県怪しくなかったらすぐ釈放してやるよ。どっちがいい。今度私のとこいらっしゃい。疑
たれるのは嫌だし、職員つされるのもどうしよう。職質が嫌っておかしいよね。どうしよう、怖いんだけど。職質っておかしいよね。なんか悪いもん持ってんのかな。職質が嫌ってね。すぐ終わるよ。意外と目覚めたんだが、シナバーもろともなんだが、これクイズ研究会のやつだ。ん？無線間違えたか？現金かこれは。おはよう。現金か。よし。ついでに他のも見るぞ。ありがとう。はい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 。誰かあの経験の質問欲しいです。ちゃんと答えるんで。現金で持つタイプなんだな、お金は。これは別に現金いらないから返すぞ。ただこれ銃持ってんの良くないんじゃないか。さっき言ったように不信用。不信用か。これガンライセンス届けるつもりだったってこと？そう。わかった。じゃあ、 あの届けるまでは持ってると銃刀法違反切られちゃうから、じゃあ銃刀法違反だけ切るぞ。うどんの香川はちょっと待って。わかった。誰が、ああ、待つ前にもう切ったぞ。何？あれ、あれ、出んの？あれ、あれ、あれ、もしもし、もしもし、捕まってる？俺待ちすごらとお話してる。ああ、マジか。職質されてるって言ってた。職質されてる。現金で1600万持ってるのに。すまん、俺んところにどうせ全員食うだろうと思ったから。今銃刀法違反切ってもらった。あー、オッケー、分かった。あ、銃刀法違反。あと何切られる？銃刀法だけでしょ。まあ、こんだけなんかな、応じてくれなかったから公務執行妨害は切っちゃうかもな。分かった。私も警察いる、よろしく。公務執行妨害は切るぞ。俺プリズ行く。うどんの香川。40番だからプリズム行かんぞ。車高だこれで。おかえった。はい。よし。まあ以上だ。現金派なんだな。まああれだぞ。あれ、現金で持ってると盗まれるかもしれないから。そうなの。銀行口座に振り込んでおいた方がいいぜ。そこにあるからな、ATM。おかえった。おう。よし。じゃあ気をつけるように。あとでここ危ないから今。おう、こういう時はすぐに職質受けるように。わかりました。おう、さよなら。バイバイ。さよなら。バイバイ。バイバイ。なんで銃取らんねん。なんでブラックマネー取らんねん。どういうこっちゃ。40万の罰金で釈放されたんだけどさ。ああ。銃もブラックマネーも取られてない。これジェリカンちょっと入れてさ、キャンセルってできるっけ？いつはできますよ。いや無理だ、パトカー来たわ。今山登ってる。あ、ガソリンがやばい。あとは乗り込むときに、あの、歪まないことに乗ってください。ごめん、ガソリンもう無理だよ。もう諦めろ、そっち行くの。探し出しますよ。よー、君とす。もう無理だ。ガソリンがなくなった。もう無理だ。ガソリンがなくなった。もう無理だ。もう無理だ。ガソリンがなくなった。くそ。あ、待って、重くて。ナイスファイト。ガチすぎるだろお前ら、マジで。逮捕逮捕。くそ。君とそばかー。バカ。バカ。ダウンしたって。おい、ダウンか。赤切れの方が上司なのか。燃えてる燃えてる燃えてる。ダウンすんなよお前、マジで。大丈夫大丈夫大丈夫。お前がダウンしたら大変なことになるからな、マジで。もう地獄
クエストは。これしかもなんで俺だけ燃えてんだよ。本当だよお前、燃える音が限れん。体燃えてるよ俺まだ。君とうまくやったな。俺じゃねえお前だよ。プレイヤー殺人未遂か。君とやったなこれな。答えろよ。え、俺がどっちだじゃねえだろ、つもらだろ。ふざけんなよ、お前だよ、つもら。どっちでもいいぜ。どっちでもいいじゃねえ、お前なんだよ。わかった、じゃあ前代未聞のつぼらさん、あとは任せました、車両に乗せます。お前代未聞すぎるだろ、おい。よし、お願いします。任せろ、なるさ。俺がこいつをさばいておくぜ。あの、ミレさん。はい。あの、俺から先にちょっと蘇生お願いできますか、着いたら。あ、わかりました。レンさん、俺でいいですよ、先。いや、あの、どっちも切ると当たり前だろ、何レンさん、そんな。おい、仲良くプリズン行け、お前。俺でファームする気じゃないですか。あ、ふざけんなよ。ちくしょう。俺先起こした方がいいっすよ。100万。おい、買収してんじゃねえよ。ちょっとごめんなさい、100万は確かに。ああ、ごめんなさい、つぼらさんから起こします。あ、100万。ミレさん、そんなことをしていいんですか。やっぱでも警察の方って正義じゃないですか。そんなことをしていいんですか。うん、急いで起きる用事があるんですいません、100万で。じゃあ俺は200万だ。俺300万で。200万？300万？おかしいだろ、てめえ。お前全員おかしいんだよ。全員やってることおかしいんだよ。400。キミタス、ここはちょっと協力しよう。なんで、お前にプレイヤー殺人を2回切ることになってしまう。おい、ふざけんな、それは違う話が。400。よし、じゃあ君たち俺と合わせて400いこう。500だ。600。あ、じゃあ600いこう。おい、600になってきたらもうプレイヤー殺人だって変わんねえよ、俺。ふざけんなよ。ふざけんなよ。600、俺600出すぜ。じゃあ、ズボラさんですね。もうプレイヤー殺人切られたらお前も安いだろうが。あ、でもまあ、これもだと。逃げれちゃった。あとは任せるって言われたから。これ指名手配の時間まで、これ指名手配の時間まで書かれてたら俺の勝ちちゃう、これ。かっかっかおい、大丈夫か。おい、大丈夫か。どこだ、赤木ねん、大丈夫か。うわ、なんだ。なんだじゃないだろう。ふざけんなよ。ミトス確保。ここだ。あ、いるいるいる。バカみてえな。くそー、やられたぜ。面白い、見てくれてよ。くそー、キミトス。こいつをどうしてやろうかな。さあ、俺引き渡さ、早く。ああ。で、ツボラに引き渡すな。赤切れに渡せ。よし、ゲット。あ、ふざけんな。あ、あ、あ、あ。あれ、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 あれ。はい、引き継ぎます。あれ、あれ、あれ、まずい、まずい、まずい。でも動けない、でも動けない、でも動けない。でも取れねえ、でも取れねえ。でも動けない、あ、歪んだ。でも取れない、でも取れない。あ、これ、歪んだ、歪んだ。ま、真島先生、あ、動いた。あ、動ける、動ける。あ、逃げよう。お指名手配が終わるまであと1分。指名手配があと1分で終わるぞ、俺は。俺は逃げ切るぞ。逃げ切ってみせる。手段は選んでらんねえ。6分になったぞ。指名手配終わった。うるせえ。俺は指名手配終わったぞ。うるせえ。俺は指名手配が終わったぞ。おい、来んなよ。指名手配終わったっつってたろうが。待てこれ。チャリにいた。おい、ふざけんな。ふざけんなよ。おい、指名手配終わってるだろうがよ。あ、わかんない、わかんない。今6分で終わってんだよ。6ん、今、え、何分まで指名手配だった。 6分までだ。6分。うん。それはどこ時間の、どこ時間のってあれだ、うん、ちゃんと書いてるぞ、うん、なんでしょう、一旦見るぞ。うん、ちゃんと見る、ほら。うん、
指名手配終わってるだろ。2000、まあ指名手配は終わってるな。そうだろ、終わってるだろ。ああ指名手配終わってんだよ。やった終わった。でもな、うん、もう捕まってたんだよな。おふざけんなよ。あとな、ティミトスお前な、逃げたろ。うん逃げたろ。うん逃げた。ああ公務執行妨害だよな。おその罪状が追加されて伸びてんだよな。お前ふざけんなよお前。ああ、あと2日あるぞ、締めたいまで。おい貴様。うわあ。あ、痛い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 。不当だ、不当。あ、不当だ、痛い痛い。松葉勢も変わった。お前松葉勢状態だったのかよ。だいぶ不当だ。お前も、お前も不当じゃねえか、ふざけんな。あ、だいぶ不当だ、どうする。どうする、この不当逮捕。あ、不当じゃねえか、お前やるっていうのか。あ、やるぜ、俺は。裁判だ。うるせえ。応じない。応じないじゃねえ。うるせえ。裁判だ。出廷しない。出廷しな。俺は出廷しない。出廷しな。出廷しない。赤切れも呼べや。赤切れは死んだ。赤切れも死んでねえ。死んだ。赤切れも呼べや。くそー。ちょっと置いてねえよ。おい、どういう状況だよ。おめえも入れましょ。動けねえんだよ、助けてくれよ。おめえも二人セット入れよ。おい、赤切れに話を聞け。この方起こしたっけ。俺は指名手配が切れる時間まで逃げ切ったぞ。捕まってんだろ、もはやお前。逃げ切ってたのか、病院で。ふざけんな。なんだ、公務執行妨害をしてたんで、時効は伸びてます。公務執行妨害自分だろうか。何言ってんの。危ないな、お前。いわゆる市長案件ってやつか。よし、市長案件だと思う、これ。だって今ないもん。じゃあ、つぼら。どうした。よし、行こう。そうだね、お互いに、お互いなかったことにしよう、ここ。あ、なんか、鼻、そうだね。うん、鼻系だけ、ないものとして。急げ、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 早く、そっち、早く、早くしろ。早くしろ、早くしろ、よし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 よすごい、あのこと。うわあ。葵、葵、ナタルだ。やろうぜ。おい、やろうぜ。やろうぜってことは、やろうぜってことだよな。あるわけねえだろ、バカ野郎。あるわけねえだろ、ボケが。これ、ナルセ助けて。絶対落とすかんな、お前。無理だよ、ナルセ。なんでそんな、なんでそんな来るんだよ、わざわざ。ちょっと見つけちゃったんだよな。ナルセも近くいるぞ、ちなみに。もう煙吹いてるじゃん。いや、まだいける。任せな。これわかんない。おい、てか、あれは下どうなってんだ、これ。あ、おい、これ下どうなってんの。下どうなってんの。終わったん、これ。終わってんの。帰るわ。終わってたわ。誰かメカニック動ける人いる？
誰かモズでメカニックいける人いる？あ、やべ、これおい、BMC 行くなぁ。やばい、指名手配だね。指名手配ではあるな。あと20秒くらいは動くはず。おい、落ちるじゃねえか。もうちょっと離れろよ。ストップされるじゃん。よいしょ。ふう。無理。俺110万なんだけど罰金。指名手配の場合はプリズン確定ですよ。中の赤木でもだとしてもあのあれじゃないの、でもボイラテンガリン。百数十万でなんで締めたようになってんだ。俺百十万だ。だからそのあれだよ、キーモトのやつだよ。キーモトのやつ。あれか。あ、プレイヤー殺人か。殺人か。俺してないぞ。指名手配犯の状態で捕まえた犯人はプリズン確定です。これは法律に書かれてます。じゃない？そうだよね。やっぱそう。やっぱそうなの。俺は指名手配の時間を免れたぞ。はい、ツボーラです。ツボーラ。薬物売買は、なんか好きなように切っていいぞ。うわー、なんか請求書来た。薬物売買、現行犯で見たか見られてないと思うぞ。いや、多分ね、知らないもん。見られてない。じゃあ、これ起こさない方がいい。大町先輩が見たじゃない。でも、スボーラさんは起こす。あの、ダウンスターホームズが、見てるなら。え、スボーラさんは起こすって。してないぞ、俺は。薬物売買。大丈夫です。するな、話を。するわけないだろう。でもあれ、ツボ、じゃあヘスティ、あれ怪我だけ直しちゃおう。除細最後で。ツボラは友達だ、いいやつだ。バイバイでしたから。詰まってない、詰まってないぞ。全然詰まってないぞ。つまりそういうことか。なるほどな。てめえモズ。怪我だけ直そう。そういうことか。出たらすぐにモズって言い始めるな。ツボラ。もうプリズンで3億のキープ切ってやる。モズってよりは君とスーじゃねえ。そこは。モズだぜ。おめえナタルだろうが。逃げられても困るから、あの細かい罪状は一つずつ今日は言わないぞ。おい、ふざけんな。俺は指名手配の時間逃げ切ったぞ。オーケー、足元の時間逃げ切ったか。逃げ切ったぞ、俺は。逃げ切ったか。そうか。それは良かったですね。それは。すごく良かったと思います。おい、ツボラ、助けてくれ、ツボラ。無理だ、すまん。所長が壊れちまった。あ、ボイラじゃないです、赤木蓮と申します。よろしくお願いします。スモさん、じゃあ行きましょうか。蘇生されたら怪我だけ見ますね。くそ、蘇生されたら行きましょうか。じゃあスモさん、プリズンという夢の国に行きましょうか。じゃあこの後、すごいですね。なんでだ、殺人とんでもないチーズをしようと。おいしい、まだ終わってないもしかして。いや、何も武装のものは持ってない。ことは絶対にもできません。もうこのままご存した状態になるので、よろしくお願いします。おい、ツボイラを助けてやってくれ。助けてくれ、君とす。ツボイラだけは助けてやってくれ。助けてくれ。ツボイラだけは助けてやってくれ、赤木れ。ツボイラだけは助けてやってくれ。助けることできねえや、もう。そいつは俺の友達なんだ。もう一線を越えてしまった、ツボイラは。ツボイラは俺の友達なんだ、助けてやってくれ。君とストーリーかしてくれ。そいつは何も悪くない、助けてやってくれ。何も悪くない。ああ、友達なんだ。おじゃ、プリズンをやめてやろう。この後スボーラ一緒に坊主だ。いやだ、プリズンに送れよな。俺も一緒に送れよ、そうなったら。そら、現場蘇生ね。はい、マダリー。もう手段は選んでらんねえ。くそ。スボーラ、行くぞ。送るぞ。何を言ってんだ。おお、やってみろな。じゃあもういい。そしたらプリズン120分で行ってこい。ツボ
もなてめえら次だわ。うるさ君だぜ、お前も120分行ってこい。ふざけんな、とばっちりじゃねえかよ。なんていうの、声の反響みたいなのを出すのやめてよ、びっくりしたじゃん。俺らもやられたな。うわーとか言って今出てきたって。ハゲアカミって叫んでたから。くそ。ちくしょう、どうする。これが刑務作業か。そうだ、こっちだ。ついてこい。新しい刑務作業教えてくれ。あ、いいぞ。こっちが一番最速だ。君と何分だ。120分だ。俺もだ。お前のせいだ、なんだろう、俺は。120分だ。そう、やっぱ逃げすぎたな。くそ。惜しかったな。ちょっとうまいやん。君のせいだよ。でもあの本当あのつぼらのこと悪く言わないでくださいね。本当に。はい、もう最強にエンタメ曲ぶりなだけなので。